はい、皆さんこんばんはですね。数学のですね、センター試験の過去問の回転の解説をこの間やったんですけども、解説いらないと。実際のね、回転してる、まあ、そういう解説しないでやってくれということなんで、それやりたいと思います。2012年度のですね、だけを切り離したので、早速やってみたいと思います。なるほどね、こういう式にするんだ。これがこうなると頂点のあれですね、頂点なんだね、頂点。全然あれですね、頂点の座標の求め方。これが y イコール 4x プラス 1h 乗プラス、なるほどね、これ代入するわけね、はいはい、これを代入してこうか、グラフ G が隣に点、G がこうなるってことね。G が上に、これどうやって分かんの？まあ、そうなったらそうだね。ゼロの時、なるほどね、ゼロの時、 x がゼロの時にこれ上になってたらあれってことだな。これだよね、これ結構あれだよね、こうなったらこうだって話は出てくるか、関数1
の X 座標が2より小さい。これね、頂点がね、頂点が。こうなって、こう、場合分けしてんのね。なんか読む気しないね、ここまでね。解説。なるほどね、頂点の座標の求め方っていうことだね、はあ、これはなんかまだピンとこないね、はあ、なんか場合分けするんだね。ちょっとまだ はい、コサイン、サイン忘れてるね。ABAC3 3 2、これがいくつか、何やったっけ、予言定理ね、あったね、はいはい、全く忘れてるね、これ予言定理ですね、はいはい、コサイン、サイン、ファイヤー、三角形 ABC の面積は、もう全然あれやね、こうね、これがまあ面積までか、うん、で内接円、こうかけるっていうことだよね。これがこうなったときにこうな、 IAB、IBC、はいはい、IAB、IBC、はいはい、これね、ああ ICA、はい。なるほどね。これが高さがっていうことね。そうすると求められると、これが書けなあかんね、ここね、二等分線、ああこれを、ああこれをね、半分に割ってると、ああこれはそうだね、中点である、ああこれはなんか分かりそうね、ああ1で ID、 ああほんで IB、 ああまあこれはなんかこうここまで出ればなんかできそうやな、からPP っていうね、
まだ違う問題かな。辺 AB 乗。あ、そうでもないんだ。これも、これの延長ね。全部しないんだ。ああ、こういう感じね。というように今10分ちょっと経ったんでね、ここで終わりますね。まあ、こんな感じです。今、いや、これ今まさにこう数学のセンター試験の数学、まあ、前回の動画解説でやったところからやったところのその次の問題のですね、この2012年の第2問と今第3問の最初のところですね、それをやったって感じですね。まあ、こんな感じですね。どうでしょうかね。まあ自分だったらこんな感じで回転っていうか、まあ1回目ですね、全くの初回のとこでやるとしたらこうになりますね。そうですね、やっぱりちょっと違いますよね、そのいわゆるこう法律系というかね、そういうのとはね。はい、まあこんな感じで回転というかね、こう今1回目でもしやるとしたらこんな感じですかね。はい、ということで、まあ、参考にしてください。それでは終わっていきます。